父コバノリッキー、母フィーリンググー、牝馬北海道、角川秀樹厩舎入厩予定。おばモダンウーマンは川崎で重賞を含む4連勝した実力馬。母も北海道競馬の重賞で上位入選するなど地方での活躍馬が多いファミリーですが、いずれも高いレベルのものです。本馬はダート G1 11勝の父を迎え、ダートに特化した配合です。コンパクトながらパワーにあふれています。地方競馬で高い実績を誇るグランド牧場が送る地方馬のエースとなってくれるでしょう。